さあ時刻は11時を回りましたこっからの時間も FM コーのスタジオから生放送でお届けいたします宮島真一のレッツゴートゥーザムービーの時間がやってまいりました毎週木曜日この時間11時からお昼12時まで FM コーのスタジオから私宮島真一生放送やっておりますよただいま生放送中でございます皆さんいかがお過ごしでしょうかもう今日は9月の21日木曜日なんだかこう 世間はいろんなニュースがね、飛び込んでおりますけれども、えー、季節の方は少し秋っぽくなってきたのかなでも日中は暑いね。もう駐車場に車を止めて FM 講座のスタジオに来る間にもう結構汗をかいてしまいますね。まあとはいえ、朝晩は少し冷えてきておりますので、ちょっと油断をするとくしゃみが出ちゃうようなね、ね体調には十分皆さん気をつけてくださいねと言いつつ、僕もちょっと鼻水が今日出るんかな まあ一生懸命、ああな、なんとなく楽しく1時間、今日も生放送お付き合いくださいね。えー、っと、今日はですね、あれですね、ゲストがいらっしゃいます。今週も。今週のゲストは、この後出てきていただきますけれども、C! といえばもう皆さん、わかりますよね。さあ、当ててくださいね。<laughs> この後、C! ミスター C が出てきます <laughs>。はい。えー、ラジオで喋るのは僕は多分2回目ぐらいかなと思いますね。うん、だいぶ前ですけどね。それは彼を覚えてるのかどうかわからないですけれども、えー、楽しみに聞いてくださいね。えー、早速メッセージもいただいておりますね。えー、ラジオネーム、ルドルフさんからメッセージ、どうもありがとう。 はい、最後のにちは、宮島さん、全都エイサー祭りのアナウンス、MC ね、えー、おつおつですと、今日も楽しく、はい、ありがとうございます。今日も皆さんからのメッセージお待ちしておりますし、えー、と、そうね、ツイキャスやユーストリームでも生配信中、えー、そして私、宮島真一のフェイスブックでも生配信中でございますよ。ぜひ、いろんな角度から、この番組を聴いていただけると、嬉しいな、なんて思っておりますよ。 よろしくねえ。そしてメッセージは E メールでも受付しております。FM 講座、E メールアドレスは761アットマーク、FMKOZA.jp です。もう一度言いましょう。FM 講座、E メールアドレスは761アットマーク、FMKOZA.jp です。こちらまでどしどしお寄せくださいね。お待ちしておりますよ。はい。えー、今日は、 Facebook でもいろんな方が今聞いてくれてますね。えー、吉野ちゃん元気ありがとう。深瀬さんありがとう。きなさん、花城さん、中松さん、えー、上原慶君、山田さん、よぎさん、えー、砂川さん。<laughs> 砂川さん一度来てほしいですね。 たしたいですねこの番組にぜひお邪魔していただければと思いますよ。アフソさんありがとうね。モ谷さんありがとうね。知年さんサンキュー。さだやまさんえ。いろんな方が聞いてくださってますね。どうもありがとうね。さっき僕はちょっとしたヒントをお届けしましたけれども、えー、もうあのちゃんと名前を紹介しましょうね。このあと1曲挟んで CM 挟んですぐですね。アルベルトシロマさんがスタジオにやってきますよ。 そうなんですね。いろんな豊拓したいと思います僕はいつもアルベルトさんとお話しすると元気になるんだよねそういう人って本当に素敵な生き方をしてるんじゃないかななんて思いますそんな素敵な素敵なアルベルト城スさん 本日のゲストとなっておりますよぜひせっかくなんでねアルベルトシロマさんに聞いてみたいことなんかのメッセージもどんどん送っていただければ嬉しいですね FM コ座イメールアドレスは761アットマーク FMKOZA.jp ですお待ちしておりますよさあ本日の1曲目大好きな奥田民生さんのニューアルバムをゲットしましたのでそれからお届けして ゆっくりゆっくり今日はお話ししていきたいと思います。奥田民美ニューアルバムサボテンミュージアムの中から挑みたいぜ。本日のオープニングナンバー。オーライ。皆さんからのメッセージどんどん送ってください。お待ちしておりますよ。この後、アルベルトシロマさんゲストで登場。お楽しみに。 お届けしたナンバーは奥田民生さんのニューアルバム「サボテンミュージアム」の中から挑みたいぜをお届けいたしましたさあこのあと CM お届けした後アルベルトシロマスさんとユンタクしたいと思いますよお楽しみに さあ時刻は十一時十分を回っておりますよ。早速もう時間がもう丁寧で紹介したいと思いますよ。本日の宮島真一の列子ツアー,トゥーザムービーのスペシャルゲストこの方でございます。どうぞ。どうもこんにちはディアマンテスのアルバートシロマです。どうもどうもよろ,よろしくお願いします。あれ思ったよりちょっと今日落ち着いてますね。 いやいつも落ち着いてます本当なんかやっぱりいつもハイテンションで登場すると、も普通か最後にセーフと言った方がいいということですねいやよろしくお願いします言っちゃったじゃないありがとうございますさあアルベルトシロマさん今日はですねまあ番組時間いっぱいまでね僕はユンタクしたいと思ってますけどお時間大丈夫ですか大丈夫ですありがとうございます実はね僕この放送始める前にえっとアルベルトさんにちょっと謝りたいことがありまして実はね十。 十何年か前にですね、はい、えっとまだ FM 講座がここの場所じゃなくてもうちょっと一番外寄りの、えー、パルミラ通りにあった時に、はいはい、えっとねあったねあったでしょ引っ越し,して今ここにあるんですけどあったねあついったあの場所にあった時1 2三3年前なんですけど僕あの時ね朝7時からお昼12時まで、うんうん、月曜日から金曜日まで一人で生放送やってた時代があったんですよ その流れで夕方も4時から6時月勤でやってて1日7時間ぐらい番組生放送担当した時があす,ごいす,ごいですねあ,あそこでだいぶ僕あのなんだろうトレーニングできたのかもしれないですけど<ー>実はその期間中に、ね、アルベルト・シルマさんが夕方の情報番組にゲストに来るっていう時があったんです。はいも<う>、はい 多分まあライブの告知だったかもしれませんけれどもで僕はちょっと仮眠を取るんですよ、その間にお昼からその夕方4時の間にで僕、スタジオでね一人で寝てたんですよでアルベルトさん、ね少し早めに来たんですよ、3時とかにで僕、ちょっと聞こえたんですよ、こんにちは、こんにちはってこれ、アルベルトさんの声だなと思って僕は思いっきり鹿としてやりました。<laughs> でもこれきっとアルベルトさんだよなもう体でも動かんごめんどうせ後で来るんでしょう <laughs> <laughs> 実はそんなことがあったんですそうですか、ね、覚えてないけど、ね、ごめんなさいいやいやいやい <laughs> いやお疲れ様ね本当によく頑張ってたということですねそ,うそんな時があってね、えー、だからアルベルトさんの顔をテレビで見たりね、えー、あのお会いするたびにねいつ謝ろうかなって、ね、いやいやいやわざわざそんな。<laughs> 生放送で。いいのに。いやいやいやでも最近はね、アルベルトさんは、コザの裏側のね、テレビのこの間、出演していただきまして、見ました。ありがとうございます。楽しい番組だよ、あれは。本当に。あれ、もう、まだ2回目の出演だけど、テンション的にはもう、レギュラーな感じでね。ありがとうございます。いや、僕はもう、自分を見てても、あ 結構自然な感じでハマ <laughs> ってましたよ。ま,ま, <laughs> また出たいなと <laughs>、ね。いや、もうぜひぜひまたお越しください。いつでも本当に。さあ、今日はですね、リサナの皆さんに、ディアマンティスの、えー、アルベルト・シロマさんから、10月9日に行われます、はい、沖縄ラティーナ2017のイベントのお話をですね、はいえー、今日はたっぷりしたいんですけれども、はいはい、これ、あの、今ラジオを聞いてるね、リサナの皆さんが、はい、えー、アルベルト・シロマさんって、ええ そのディアマンティスという活動以外にもえ何これどういうライブではないのとかいろいろこう聞きたい人がいると思うんです、はい、初めてこの情報に触れる人のために、はい、少し今日は詳しくねしなぜこのイベントが立ち上がったのかっていうところから聞かせてくださいはいわかりました、はい、この企画はいったいいつだったんでしょうか沖縄ライティーナのイベントのそうですねあの一スタートしたのは二千十五年、うん、今から二年前ですね、はい、あのこの同じ この「ミュージック・コーザ・ミュージック・タウン」音市場でキューバのマイクル・ブランコというバンドが来日するということで全国ツアーやる中で沖縄に来てくれたらいいなというちょっとこうんだろうちょっと夢だけど大丈夫かなできるかなそして当時ねあの 元カチンバのボーカルの僕のいとこですけどアントニオ・アラカキとミナ・トニョと呼んでますけどねトニョとそして中曽根優子さんと3人で呼ぼうもう今しかないでしょという本当に何かこうやっぱり夢見るといくとですよねできるかなそんなのできたらでもすごいなってあと勇気ですね勇気ね。 うん、本当になんか何かすごく痛い目に遭うかもしれないけど <laughs> そうね思いついちゃったらねそうなんか賭けですよねやっぱりそう夢に賭けないとっていうのがあってねでも,でももしかしたら何かそれをやってみてまあ成功するか失敗するか分からんけどそれ何かつかめばいいなと,ととにかくみんな喜んでもらおうと。 キバのンドって沖縄多分やったことないはずああいう感じでもう本当にすごくこう話題になってて全米でもね有名になっていてそんなすごいバンドね東京大阪名古屋だけじゃ沖縄だよそして沖縄に呼んだらもう本当にその第一回目の沖縄ラティナ一回で本当にもう大作すればいいもう花見のにパン やったと思えば、うん、それがねもう、うん、去年もうん、うん、そして今年もやることになってるってことだあの時見た夢が、うん、なんだろうなね<え>本当に勇気でもってやったのが、うん、今度は勇気くれてるんだよんなんかねこのままで止まらないぞっていうか。 これってそのキューバのバンドがね日本のでいくつかの本土の方でライブやるってなってその情報を知った時にうんってこうテンション上がるわけでしょルそうなんですよだから小さな島のましてキューバっていうのはとても効率していていろんな政治的な事情であったりでもなんかこうもともと,もとそこにある 音楽の何ていうかねこの書くっていうかね書くって言うとやばいか意味わかる意味わかるね大事なこうエッセンスっていうか魂っていうかそのまぶいをね欲しいっていうか世界中にあるラテン音楽の一番やっぱり原動力になってるこのキューバのソンという音楽でそれマンボになっていたり。 ササルってみんな誰も踊るし今、サルサって誰もしてるでしょ、みんな知ってる、みんな知って、このサルサって、元はキューバなんだよ、元とたであれば、アフリカなんですけどね、とにかく本当にこのキューバの音楽、紹介したいなっていう気持ちは強くて、そしてそれが第一回目で、じゃあせっかくだから、このバンドの前座やろうと、ディアマンティスでも誰でもみたいな、沖縄のラテンの仲間たち、読んで、ね。 平さんともちろん先輩と後輩ともうこれ楽しくてじゃあまたやろう去年ウチナチ大会世界のウチナンチ大会会会ったでしょいやこれはまた今回最初から沖縄市やっぱり講座ね私たちのことをすごくやっぱり大事にしてくれてるよねそしてあの今度は世界のウチナンチ大会の時に よし沖縄県またサポートしてくれて、うんうんうん、あ嬉しいですねそしたらね、うん、さらにちょっと大きくしたわけそしたらあの頑張って、うん、カナダのミュージシャンを読んで<う>そしてアルゼンチンのミュージシャンも読んだ、うんうん、読んだというか読んだのね読んだそしてあのあの、まあ、今度はまあえっ、ー、と 宜野湾にあるコンベーションセンターでやりましたけどねそしたらあのその、まあ、去年の場合は、えっと、音楽劇とうん、うん、でその,音楽,劇の、まあ、音楽劇とまたコンサート一部、うん、二部、うん、でその音楽劇はテーマはキューバだったもうなんかその前の年のなんかあのキューバの、うん、なんていうのかねうん、うん、もらったこのパワーっていうのね ずっっと残ってたねすごいね、1年目、まずそれだけやるのもすごいパワーだが、うん、いると思うんですけれども、また来年もやろうぜって、すすぐなったんですよね、はい、もうだから、なんだろう、やっぱりあるのよね、1>, うん、1回でもったいないと思うんだよね、もしこれを毎年続けられたら、うんうん、どんなに素敵なんだろうのということで、うんうん、今度、まあ、コンサートだけじゃなくて、うんうん、音楽劇。 素晴らしいやっぱりセリフ覚えるんですよ僕らはセリフ覚えるんですよ僕ねあの、実は本当に <laughs> あのまだ見たことない、今回こそは行こうかなと僕は、行けるようにしようと思ってるんですけれども、劇をす,るんです、ね、そうですね、まあ、ミュージカルといえば分かりやすいんだけど、うん、ただあの、ミュージカルだと、ずっと歌いながらセリフを言うんでしょ、音楽劇っていうのは、うん、ちゃんと演劇があって、うん、その中には音楽もある。はい、だから あのちょっと違うんですねミュージカル、うん、ミュージカルとはだからその音楽劇の中ではあのもちろんこう僕らも頑張って演奏もして、うん、セリフもしたて、うん、踊ったりうん、うん、ね歌ったりうんででその二部はコンサート、うん、ねそこでカナダの近場ブラザーズ、うん、そして、えー、アルゼンチンのホカマグスってねうん、うん、素晴らしいあ二組を読んで、はいうん、そして <coughs> 今年いよいよ10月9日なんですがその前に僕は去年6月にまた2月ああそうそうそう忘れました今隣でねその裕子さんが振ってくれましたさすがプロデューサーさすが忘れないよそうそうそうその前にですね今年の2月ペルーで。 第三回目の沖縄ラティナやりました。うん、すごいですね。ペルーで、ね。ペルーでね。ね。それはね。これね<通>。会場どういうところだったんですか。あの向こうにはね、あの日系あのアーペホータって言ってね。うん、あのまああのイニイニシャルでね。ええ、英語の APJ って言うんですけどね。APJ。あの日本人会。うん みたいなのがあってシアもう大体そうですね1,000人ぐらい入るキャパの大きな劇場でこれはあのまた沖縄ラティーナっていうイベントもやって、うん、そ,れでそしてもう一つベルでやったのがコンサートだけでしたけどね、はい、あのえ音楽劇ではないんですけどあのコンサートをやりました、うんうん、そしてあのこれも全部沖縄ラティーナの主催で、うん、そして、はい。 オオオーーーデデディィィシシショョョンンンやりました沖縄のオーディション今度はペルーから面白いというかすごいアーティストを呼ぼうということでまあ「やきみおいで」「指さして」っていうよりもやっぱりねちゃんとちゃんとオーディションでまして我が僕の国ですからそうですね母国ですからねみんな知ってるからなんか指選んだちょっとあれじゃないなんかね分かったよなんかねで 指令とかちょっとやばいよね。だからやらしい感じのもやるしね。だからちゃんとオーディションでみんなの前で公開オーディションやって、そしてあのろまなん十組の中かななか一組選んで、そして今回来ます。そっかすごい。あのまああの男女まあペアであのメリーあのマルコというグループの二人ね呼びますけど、そして まあ、あのそれ終わって、はい、そして今年のまた、えー、6月に、うんえー、この音一、うん、場で、はいえー、去年やった音楽劇分けようと思って音楽劇とコンサート分けてもう、ね、1年2回やった方がいいかなということで音楽劇やってその去年やった チンというやつをこれもねすごく気になっててこれあのイメージですよフェイスブックとかいろんな人たちが上げてるのを見ててねみんな大満足しててとっても楽しかったんだろうな僕らもすごい楽しめたしやっていくのうちにやっぱりあこれはどこまで広がるんだろうなこれできたらいろんなところもっとやりたいな 思うけどなかなかねみんな本当にこのためにすごいスケジュールを抑えてこの中にも本当にプロもいるしうん、うん、僕らはもうステージでは歌うたする、まあ、プロなんだけど、うん、あの役者さんじゃないから、ね、ちょっと違うんだよねうん、うん、職種はでも、うん、でも面白いよこの試みは本当にいや結構大変ですよ、うん、あのセリフちゃんと言うっていうのがましてあの本番の時ちょっと飛んだりするのセリフ ちゃんとしっかりできたんですか。いやできたかな。あれ。ちょっと中村裕子さんどうどうかな。オッケー。オッケーさんオッケーさんに出会ったのオッケー。オッケー。まあなんとかね。うんやっぱりあの忘れたりするのはもうリあのリハーサーでもしょっちゅう叱責もされるし。うんでもまあ。 どうにか。僕は本番では結構強い方だから。あ、そうですよね。なんとかなる。うん、なんとかなる。今までもそうしてきたし。そう、今はそうしてきた。ごまかしごまかしじゃないよ。じゃないよいや、そういうところもあるよ。もうたまにあの、リアマティスの曲歌いながらさ、歌詞忘れるわけ。日本語で、特に。あ、そう。そしたらもう、あ、いきなりスペン語になるわけ。あ、なるほど。アレンジしたみたいな。そう、アレンジしる。忘れてるときはもう、 もうスペイン語になったりするからね <laughs> まあこれはまあ皆さんぜひ,ぜひチェックしてくださいそれでまあその6月のこのいわゆるフルバージョンというかもう、うん、去年やった123鎮をもうまあ倍近く膨らましてね ええなんかもう楽しかったいやもうさ楽しさがねいつもこうアルベルトさんの言葉のねあの中に全部含まれてるからあのすごく今回も楽しみなんですけれどもお十月の九日あ日曜日ですねそうですね今回そのコンサートの部分ですけど、えー、コンサートの部分を、うん、じゃあここは劇は入ってないのね今回は劇ではないんですねだからあの分けてやるんですけどそして今回はねベ、うん、ルでオーディションやったこの二人はいねメリーマルクはいきますうん、うんはい そしてもう一組、今度はハワイなんです。でもハワイではね、オーディションになるのもちょっと予算が足りなかったんで、あのメールで、メールで、メールで、来てくれませんかみたいな。で、オッケー、ブランドンイングというアーティストなんですけこれはね、これは。 ブレイクしなきゃどうすんだよっていうぐらいすごいすごいやつなんだよ楽しみだなうん楽しいすっごいみんなどういうふうに受け止めるかってても楽しみにしてるこのブランドン・ギングとメリーマルコねそして地元で頑張っているアーティストももちろんディアマンティスはありますそしてもう僕の音楽のブラザーね なんか今何か公示？本とね隣のねスポーツショップがね今オープンしました。おーイエー！おはようございます。おはようございます。今あオープンした？今隣のねシャッターが上がってる。あ今シャッターの音。ああじゃあ毎回これを聞けるわけです。ね、うそういいですね。今日遅いな。二日酔いだったのかな。マキ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 。えー大丈夫？そうかそうか。まあそのそう地元でねやってるヤマンです。生駒明。はい。ね。 ダイナミックそして今回ねもう沖縄本当に沖縄ラティーナ・ディアマンティズより先にやっていた大先輩がいるんですよシールビオ・モレノアルゼンチン出身で本当にフォルクロレっていうジャンルの音楽やっている。 もう一,流一流の中の一流のアーティストですよ、はい、人間としてもすごいな本当に尊敬している先輩です。で、彼とそのご家族、うんね、あの奥さんのリンダさんと娘さんのミミさんと3人でとってもなんか、すごい本当に心温まる音楽というか、ねうんうん、素朴で。 いてくれれば分かると思いますす、はいはい、そうなんですよこれってね、なかなか言葉で伝えることが難しくって、エリスナーの皆さんも、分かった、アルベルトさんが熱いのは、もう分かったとで、まだ言ってない、じゃあ来いって話でね、本当にね、そうですね本当にその通りなんですよ、あのポスターはね、とてもあのユニークなポスターになっていてです、ねえ、アルベルトさん、これは、えっと、自分のおひげですかこれいや、これはね、<laughs> 今ね、本当にね、グラフィックデザインの技術が。<laughs>

あの、ヒゲをすることで、うん。みんな一緒だよと。なるほどね。面白い。ただ一人だけ、もうすでにヒゲが生えているので、ヒゲ生えてないおじい様もいらっしゃいますね。この人はシルモレノ。この方がシルモレノさ。もともと、ちゃんとしっかりした。もう、ヒゲ。すでにボーダレスなんですよね。そうなんですよ。素晴らしいこ一つ。なるほど。これ時間が、夕方4時スタートなんですけれども、はい。何時ぐらいまでこれやるんですかま、あの、 うん、まあコンサートは大体2時間なんだけども早めに入ってもらって雰囲気をこうそうだねして <まあ S 2> もちっん<の> BGM が流れてて飲み物も楽しめのあるのね、うん 言っちゃっていいですかねもちろん。オリオンビールなんですよ。飲めますよ。美味しいオリオンビール飲めますよ。e c o k 今日の2回目。回目ありがとうございます。えっと、ここでメッセージ来てますねちょっと紹介したいと思います。ツイキャスでメッセージいただきました。ラジオネームサボさんから、アルベルトさん、C! っていただいてますよ。 ありがとうございますそして名古屋から聞いてるという名古屋熊本バッテン龍神雅也さんから宮島さんアルベルトシロさんこんにちはこんにちは C 名古屋から見てますというメッセージうれしいすごいねユーストリームで見てるんですねあ見れるんです今の見れるんですねあとラジオネームもう一つサボさんから小座の裏側見ましたけれどもインカコーラって美味しいのっていう どうですか、いかがでした。僕大好きですね。うん。インカコーラはね、普通に買えるよ。ね。買えるよね。買えます。あの、なスーパーで売ってたりもするもんね。出たりします。業務スーパーとか行くとね。そうそう。探せば、あ、りますよ、インカコーラ。そうそうそう。あのね、こう、たまに、すげえ欲しくなる時あるね、ああいう飲み物ね。わかる。いや、本当。あの。まあ、沖縄昔やった。え、まあ、でもあるかな、デューマン店みたいな。なあ。ちょっと近い、でもやっぱり違う。 そう、ちょっと違うね。どっと違う。これ、インカコラしかない。うん。うん。それ飲んだら、本当に目の前に、マチュピチュ見えてくるね。あのさ。ちょっと大げさかないや、でもね、あの、コザにいるとね、やっぱりこう、アルベルトさんのいろんな思いがコザの街にあると思う。このパーカーベニューですよ。僕ら、 あのディアマンティスというバンド生まれたこの場所なんですよ。本当に、本当も本当にいつも感謝してるよ。ね<ー>、うん、じゃあまたその辺のね、えー、話をまた後半いろいろ <Okay. S 2> お伺いしたいと思います。一旦 CM をお届けしたいと思います。<Okay. S 2> 宮島慎一の Let's Go to the Movie。この番組は12日まで生放送でやっておりますよ。リスナーの皆さんからアルベルトシノバさんへの質問や応援メッセージもどんどん送ってくださいね。<laughs> FM 高崎、イメールアドレスは761アットマーク fmkoza ドット jp です。 こちらまでどんどん送ってくださいねお待ちしております。 さあ時時刻は11時35分を待っております本日の宮島真一の「レッツゴーとザ・ムービー」のゲストは引き続きディアマンティスのアルベルト・シロマさんでございます、あのー、さあアルベルトさんコザ、はい、の思い出って言ったらもうめちゃくちゃあると思うんですけどねあるね<ー>アルベルトさんにとってコザとは何でしょううーんやっぱりうんそうだねコザっていうとうーん,うーん まあ、一言言えば、チャンプル。うあ、そうね。チャンプラリズム。うん。テルヤリンスさん。うん。うん。そうね。えっと、昔、一歩パイだったけど、あとは、小た食堂になった。うん。そうね。うコーヒー。そうそう、いっぱい。山喫茶。もう、とにかく、この辺に歩いてたら、もちろんね、テルヤ楽器そうですし、テルヤミュージックね。うん。うん。もう、ほんとに、いっぱい歩いたし。うん。 あと僕ら、もちろんライブハウスやってたねパティのその1階にやったインド人のテイラーさん、今、ゲート取りに映ってるけどね、もう、ちょっと時代、時を感じますけれども、小ザでディアマンテスが生まれたと言ってもいいんですよね。 いやもちろんで<の>パーティーがあってこの、ね、パーカーベニューという場所はもう私たちのそうだねね原点ですリスナーの皆さんに僕はこう強く言いたいのは僕が初めてディアマンティストのライブを見たのはパーティーだったんですよ。 もう二十何年か前になると思いますけれども、うん、あの時にまあ友達に誘われてね、うんえー「ディアマンティスすごいんだ」とかって言っても、まあ、年代的にこう20代の時とかってさ自分が好きなロックンロールとかそういうこう、はい、どちらかというと外国のとかさ、うん、結構手の届かないような普段会えないようなところを、まあ、ミーハーじゃないけど好きで聞いてて地元にいるミュージシャンのことって意外とそんなにね みたいな感じだったりする年代,<ー>年,代年頃ってあるじゃないですかそれぐらいの感じで、うん、知ってるけどどう,どうなのかなと思ってとりあえず行ったらなんだこれはと <laughs> <ー>なんかこうびっくりしましたね<ー>あのラジオなんかでも曲聴いてるし知ってるし僕は CD 屋さんでバイトもしてたからあの <laughs> ディアマンティスの CD がバカバカ売れるのをそばで見てたんですよ <laughs> すごいなと思っていや本当にそんなに売れたことあったっけボックスに僕いましたけど BOX どこのですか僕はねハンビーにもいたし名護にもいました僕名護うん名護の学校に行ってた時期があったんでなのであの時はねニューアルバムが出たら予約もすごいし売りかけたらまた俺すぐ発注しょ返したのディアマンティスよく本当にみんな好きだなと思いながら そそうそう,<え>もうあの時売れてたのはね TRF か d i a m ン t e s t ですよ、まあ、マジで TRF か d i a m a t e s t そうそうそう,そうあの当時で <laughs>、うん、白い <laughs> 本当本当それで音源はもちろん知ってるし、えー、でもライブはあのでも考えたら講座なんだと思いながら近所だし行ってみようっつったらもう見てよかったと思ってああそうですかそうそうだからこれ今ねリスナーの皆さんに僕は強く言いたいのは10月9日にぜひ僕は こう本当に楽しそうに音楽をやっているアルベルト・シロマさんの今の姿を見てほしいし、うんえー、ディアマンティスがこれからこれまでやってきたとこととこれからこう世界の人たちとつながっていくっていう瞬間をもう本当にワクワクしてミュージックタウンでまさにやるわけでしょう、うん、僕はその初めて見たディアマンティスのあの感動っていうのをねまだ味わったことがない人がいると思ったら、うん、もったいないなと思って、はい ぜひミュージックプレイやっぱりいつも身近にあるね。あのバンドだとみんな思ってはいるけど、実際生で見る機会は、もしかしたらそんなに多くはないかもしれませんね、今はね。そうなんですよ。この辺の感覚っていうのは僕も少し年を重ねたから感じるのかもしれないですけれども、この間も全東エサ祭りを見ながら、そしてビアフェスタも見ながら、この沖縄っていう土地のこの祭りの血が騒ぐ感じとか、DNA 的なものだとか、っていうのを見ると、 若い時は、なんか、ま、みんなでビールが飲めるぐらいの感覚だったけど、なんかね、噛み締めちゃってる自分がいたのよ。今、ラジオ聞いてる時、一体、宮島さんは何歳なんだろうって今。おじちゃんなのかおじちゃんじゃないで四44歳ですけど。44! 全然見えないね。あ、そう若いよ。いや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 若い若い。なんかね、すごく今回噛み締めちゃった自分がいてね。思うとね、これもったいない人見たことがない人は。小僧の裏側も5年ぐらいやってますけど、 あれもねやりながら地元の人たちと触れ合いながら知ってほしいとか行ってほしいとかっていう思いがなんかどんどんこう溜まってきたらねこうやって音楽とかっていうのでまた盛り上げてる人を見るともうウェルカム中にならざるを得ないじゃないですか沖縄に住んでいたらだからねこれは沖縄ラリティーナなぜひ皆さん10月9日日曜日これチケットどうやってゲットすることができるんでしょうかこれあの、えー、コンビニ ココンンビビニニで買ます僕の手元にある資料でファミリーマート E プラスそしてローソンチケット L コードチケットピアでもお買い求めできるということですあとは詳しい情報はまた沖縄ラティーナドットコムウェブサイトもございますのでぜひチェックしてくださいねいや最高ですね僕は言いたいことが今終わりました <laughs> 僕が言いたいたことあとはアルベルトさんがリスナーの皆さんにこうもうちょっと訴えかけていただければと思いそうだね、本当にあの今日、まあ、まずね、うん、あの読んでいただいてありがとうございます、本当に大切な時間、あのー、そうだねもうとにかくあのまた僕らはこうやって音楽を提供しながら、何かこう必ず得られるものがある、まして、この、ね、小座の街でやるというのはすごくこう意義があってね。うん うん、ミュージックタウン本当,に本当に音楽の街っていうのを、うん、僕らもねあのもっとも盛り上げて、うん、ああこれもう本当にみんなこうさこういうとこだよって伝えたいしもっともっと僕もあのいろんな人たちで会えるようなそういうねあのこの沖縄ラティーナにしたいと思うので、うん、あのやってる側だけじゃなくて見る側も本当にみんな一瞬だから一緒に作っていくものだから、はい、ぜひあのたくさんね多くの皆さんぜひ、えー 10月9日、沖縄ラティナ2017に遊びに来ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さあ、番組ではですね、えー、まだまだ時間ありますからね、リスナー・のメナカンさんからのメッセージをお待ちしておりますよ。えー、っと、今一つ、またメッセージ来ましたので紹介したいと思います。ありがとうございます。龍、えー、神マサヤさんからいただきました。アルベルト・シルマさん、名古屋の A サインバー小座にパティの。 電飾の看板がありますよ。あります。え、もらっていったんだ。もらって行きました。あの、あの。タクって言うんだっけ。はいはいはい。知ってる。知ってる。ね、彼も本当にいいやつ、いいやつで。熱いやつで。熱い。口座命です。彼は。本当知ってる。口座は大好きで。ディアマンテスも本当に、まあ、ファンとして何回も足を運んでもらって。で。 沖縄をテーマにした舞台もやってるね彼が見に来ましたそのもあも音楽提供もしましたけどそのための音楽も作りました一曲そうだったんだ作りました作りましたそれぐらいやっぱり熱さが伝わってきてやるよって言ってねそしてパーティーをしまっていってそこのネオンね看板残っていたずっと。そそれれはいつかかをなん とった方がいいんじゃないかなって我々の歴史の一つとしてね僕はそれデザインしてターボがね頼まれタブに頼まれてデザインしてそれでネオンを作らせて気づいたらそれどこにあったんだろうなっていう感じでやっぱりファンの中でみんな欲しがってたわけだ。私も欲しい私も欲しいタコさん来てたみたいそしたら建物のオーナーさんのところまで。 タクがねバズっててでやっぱり彼の熱い思いが伝わったんだろうなすごいねじゃあ今あのパティの看板は名古屋にあるわけね名古屋にあるんですよあそこでライブしたこともあるんですかありますその看板を見ながらやりました素晴らしいんかすごい感激しましたああいいなこうやってねまあコザの一部はねああいうところでちゃんと大事にされてるっていうのがまあ 素晴らしいことですよ。素晴らしいですね。<laughs> いや最高です。<laughs> 名古屋ね <laughs>、はい。メッセージありがとうございます。さあここで少しだけえっ、ー、とシアタードーナツの情報もお届けしたいと思いますけれども、はい、実は今日 BGM で流れているのはえっ、ー、とジャンピエールなんなんだっけ。ジャンピエール,エルマネ。そうマネ。あのまあフランス。 フランス系ペルーですなぜ僕はこの曲を今日 BGM にしてるかというと僕はこのアーティストの存在を知ったのは現在「シアター・ドーナツ」で上映中のあ、まあ、ちょっと前に上映したです、ね「ガストン・アクリオ」っていう映画がありまして、えー、それもね、うん、よかったねあの映画この間、ね、一緒にイベントでやりながらあれも楽しかったねすごい楽しかったそうだよ最近だから僕はアルベルト・シルマさんと急に大接近したのは えっと、コザの裏側もそうですけど、うん、あれですよ。シアターゾーナスでね。<う>コスタリカの奇跡を。あれをもう、見に来ていただいてももい。本当にいい映画を紹介してますね。ありがとうございます。とっても勉強になるっていうか。うん、あの映画、このためにあるんだなって、改めて思いました。ね、楽しむため、でもあるし、うん、何かこう。 持って帰れるるいいううか心のの中に残ねそしたら自分の生活の中に取り入れられるようなものあるんだね感動であったり学びであったり未来を見れるような気がしたまたおいしいドナス食べながら見に行きますよ何かをそれでね何ヶ月か前にアルベルトさんが今現在上映中のコスタリカの軌跡を見にいただいたあのに連絡いただいて。 あの、宮島さんに会いたいよみたいな、ね、<laughs> 電話が、連絡があって、<laughs> 何なになにってと僕今、覇にいるんだけど、<laughs> 待つ待つってなって、え、本当じゃあ今から行くねって会いに行ったら、シーブラザーみたいな感じになって、<laughs> えって言って、映画とても面白かったよってなって、で、いろいろね、ユンタクが止まらないわけさ。はい、そうね。うん、僕はユンタク止まらない人ですよ。で、あの、シアタードナツ、まだうまいこと防音できてないから、カフェ部分とシアター部分が。<laughs> 僕の声でかいな。そうそう、声でけから。<laughs> <laughs> あれちょっと、声してこれ、ちっちゃい喋ってみたいな。<laughs> 一時間ぐそれは一番苦しいよ、僕にとって。そうそうそう二人で,ここで静かに喋るのが難しいよ。<laughs> そ,そ,うそ,うそんなことで誘惑していったら、まあ、イベントなんかやれたらいいねって言って、その中のキーワードの中で、うん、映画っていうのがまたあって、ペルーでもいろんなね、えーはい、お知らいが作ってる映画があるとか、あの、まあ、娘さんの話もあったりとか、えー、ある中で、 うちな世界のうちなちの話になったりとかする中でこの間、アシビナーで、ね、イベントっていうのにすぐつながることがでできたた、はい、不思議でしたね,ね <laughs> このタイミングでペルーの映画を紹介でできるっていうのは、ね、そうのねそなんですあのアルベルトさんもいろんなリスナーの方の中にはいると思いますけども好きなことをずっと発信し続けてパフォーマーとしてもやってているときになんかご縁が向こうから来る。 っていうことの奇跡っていうか、ああるる感じますよね。探すのも、こともあるけど、うん、やっぱり、逆に、あ。こんな時に、これ、うん、この人会いたかった。うん、宮島さん、会いたかった。そうそう。あ、同じようにでしたね。あ、ちょうど会いたかった。<laughs> これはね、不思議よ。そう、不思議な、僕もね、あの時会って、話してたら。 僕が今考えている企画にマッチするとかさ <laughs> そしてあれとこれとこれやってってそどんどんこうね組み立てられていくっていう奇跡がねやっぱねみんな人間はそういうふうにできてると思うよきっとねそれを一つの、うん、今現在の集大成としてきっと沖縄られィいな201710月9日皆さんええ、ね 肌で感じていただけると思いますんでね、はいえー、改めてもう一度紹介いたしますよ10月の9日日曜日でございます沖縄ラティーナ2017感動再びと書いておりますけれども、えー、10月9日日曜日会場月曜日ですね ごめんなさい祝日で祝日月曜日、失礼しました。10月9日月曜日、祝日となっております場所はコザミュージックタウン音市場、こちら3階ですねオープンが3時開演が4時となっておりますけれどもせっかくなんでね3時の早い時間に間に合わせて皆さんゆっくりね、夕くしながらそうきっとね、僕思うんですけど会場でなんとか久しぶりとか絶対あるよね、こんなイベントって絶対あると思います。ねはい 意外とそこで新しい出会いがあって、ね、始まる前から何か楽しめる、うん、何か絶対あると思う、ねはい、あの婚活中の方も来るといいかもぜひぜひうん来てください <laughs> とっても楽しいあの時間になると思います、えー、出演するのはもちろんディアマンティスそして生駒晃さん、えー、そして僕本当気になりますね、うん、シルビオ・モレノさんの絶対何かが、うん、今の宮島さんにはポンポン はまるな。ああ、さっきの語りをこう聞いたら、あこの人を見ると、なんかすごく熱いものを感じると思います。楽しみだなえ、そして、えっと、シルビオ・モレノさんは、なんていうんですか、このユニット名で書かれてますよね。パマルカ。パマルカのメンバーはリンダさんとミミさん。ミミさん。3名であるんですね。はい。そして、ハワイからメールで呼ばれたブランドン・イングさん。 <laughs> そ,うそうです、今いら、便利ですよ、世の中は。いらっしゃいますたこれもまた先ほどね、えっと、アルベルさん言ってましたけど、この人たちが売れなかったら、どうするんだろう、そう、絶対飛びつくよ、うん、みんなあ。楽しみですね、そしてペルーからオーディションで、はいえー、メリーマルコ。 またこれは楽しくて、楽しくて楽しくノのりがすぐ近い、私たちと。でもやっぱりフレッシュ。僕らもフレッシュじゃない。冗談冗談。気持ちはフレッシュはいつでも。はい、最高です。ありがとうございます。そうですね、そろそろ時間かな。ありがとうございます。本当にあともうちょっとありますけどもね。じゃあ、最後にですね、中澤さん喋らないんですか あれどっと黙ってるけど。そうなんですよね。なんか喋ってください。一言あのピンクのやつ使っていいですよ。はいどうぞ。どうもはじめまして。どうもはじめまして。短めにじゃあ P.R. お願いじせっかくなんで。そうせっかくで。はい。えっとですねあのアルビルトさんはあの日系人っていう言葉を一言も言ってなかったので。ああ。さっきから気になってたんです。日系人。ああそうだね日系人。この短い時間に反省会をもこみで。 メリーマルコは3世でブランドン・イングは4世、両方とも県警につながってるんですがそれでまたゆくゆくはもっと世界のアーティストをどんどん日系のアーティストでつながりたいなと思っていますのでよろしくお願いししますっかりその辺の思いがこのイベントに入っているというわけなんですけど僕もいつかというとあれだな必ずですねペルー行きたいですね。

すごいな、もし行けたら。いそんな難しいことじゃない。そうだよね。飛行機乗ればいいわけね。23時間かかるよ。そんなかかるんだね。いや、でも、たくさん映画見れるさ。ね、そこに行って、コザの裏側撮ればいいんじゃないそう本当の意味の裏側。そうあ、そうだよ。そうだよ。ということは、ミキトにもいかれてるそうだね。巻き込んじゃって。いいと思います。あ、沖縄市ありますね。ありますペルーに。あ、コザ。コザがある。聞いたことあるよ。 あ,うん、あの小ザっぽい、うん。 あ,あるよ。あるね。うん。<laughs> あるんだよね。そうそう、聞いたことあるよ。あ、これ、また、また遊びに来てくださいね、アルベルトさ。ぜひ呼んで。はい、ありがとうございます。宮島真一のレッツゴートゥ・ザ・ムービー。本日のゲストは、ディアマンテスのアルベルト・シロバさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。中曽根さんもありがとうございました。はい、した本日のエンディングナンバーは、ディアマンテスのまさに沖縄ラティーナを聞きながらお別れしたいと思いますよ。えー、さあ、シアタードーナツも本日もしっかり映画を上映しておりますよ。午、え、後、ー、から イランの映画「人生タクシー」そして「ザン」「ジュゴン」を見せる時こちら名古のですね、えー、作られたドキュメンタリー映画ですね、えー、そして「夜」は「メット柄」「ドレスをまとった美術館」えー、もう素敵な映画しかシアタードーナツやってないのでね、えー、気になる方はぜひシアタードーナツのホームページで予告編などもチェックしてくださいお待ちしておりますよ さあ、ちょっと寂しいけれども、アルベルトさん、またお会いしましょうね。はいまたぜひ会いましょう。ありがとうございました。宮島真一のレッツゴー・トゥ・ザ・ムービー、この番組は、シアター・ドーナツ・沖縄 by ベーキャント・ストア・ピクチャーズの提供でお送りしました。ままた来週お会いしましょうせせーーの<生> <laughs> <laughs>